Halo, nah, sudah jam 4, jadi gak ada suara, tapi ya. Gimana sih? Siapa nih? Rapka ya? Gimana gitu ya? Kok ada suara ya? Jadi gagal sih ya.
Ulang, ulang, ulang. Oh, jadi kita ini dong. Ini branded banget aja. Gimana susahnya? Yang story aja ya pak ya.
5分しか待ってないけど。さっき請求で。待って、この感じ遺産がそんなにたく、そんなに構えなく、大学は太陽の時で。セミナーって。安心して、もし興味があるなら。ちょうど入学前の若者同士勉強もするんだ。だとしても最高。元気な美少女が学園で青春を謳歌するなんて、うちにぴったりなシナリオじゃん。折り紙大学は宇宙に名を馳せるトップクラスの芸術教育機関だと聞いている。俺もぜひ見学させてもらいたい。やはり学校というのは若者にとって魅力的なんだな。みんなやる気満々のようね。それじゃあ私から折り紙大学に入学の書類を出しておくから、準備ができたら出発しましょう。楽しんできてちょうだい。学校か。そういえば。選択制の講義もちろんよ。無駄話はそこまでにして、さっさとチェックインするぞ。姫子と幼児ちゃんは付き合いにも参加しなきゃいけないし、大人って本当に大変だね。株主の皆様、皆様がピノコニーにお戻り。6部屋。はい、皆様のパマって。かしこまりました。再びって。さっきは途中で話をさ。ねえ炭鉱、あんたなんか知って。俺の推測が正しければ。そうだ、ブートヒルは何しに来てる。わからない。そのパムが3日も。それならすぐ出発しよう。前回と同じ部屋だ。夢に入る準備をしよう。次はあなた。Sekar monyet Andalusia.
やっぱね。早くして。大株主たちはもうロビーに。分かってる。誰かが入ってきた。誰？そういうのはいいってお兄さん。ここに来る人たちはみんな自分が大物だって言うのよ。耳にタコができちゃうわ。まああんたが誰だか知らないけど、ハウンド家は今ここで事件の捜査をしているの。悪いけど他の道を通ってちょうだい。おい、灰色の髪に黄色の瞳、服によくわからないヒラヒラがついてる。こいつが例の大株主じゃないか。先ほどは少々声が大きかったようで、何とぞご容赦を。私たちハウンドは定期巡回をしていただけなんです。客室の設備は全て正常ですので、安心してお過ごしください。でも犯人が。あんた、ああ、そうそう、堪忍、堪忍してくださいな。これもお客様の安全を保証するためなんです。すぐ退散しますので、ごゆっくりおくつろぎください。あの、夢の中ではくれぐれも安全に注意してください。もういいからさ。何だったんだろう。夢に入る前にもう少し部屋の中を確認してみようか。なんかね、あれね、안녕。あ、パネ。あ、おおおおお。え？宴の星。いや、やっぱり。がないな。いた仕方ない。ベッドを借りるか。え？ごめん。jadi dia anjir penumpang gelap gitu。
さっき何か変なものを見たような。やっぱ言ってるよ。ここが折り紙大学？学校っぽくはないけど、どこかで見たような形だ。それに、あれはなんだ？何？何？邪水だけではなく暗鬼も飛び交っているというのか。どうも、両乱人侠 AKA 乱派です。バナバナ邪水どもめ、さっさと去るがいい。さもないと両乱忍法の恐ろしさを味わうことになるぞ。バナ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 。そんなバカな。もがはばしば。邪水どもと言葉が通じないだと。はあ。すまない。これは魂へと直撃する両乱空手だ。できる限り力は制御したが、お主を起こすためだ。多少の痛みは仕方がない。バナナ、バナナ。ふん、陰謀が。あんのみたいな。おお。シャドーバイマイツネル。重要なお客様ね。ああ。
客様ね。有言実行。怪我に払わない。地上よ来たる。教育の時間。皆を招こう。君らに選ぶ余地はない。皆を招こう。戦に敗れて逃げ散ったか。100点満点の判断だ。立たねばならぬ時に立たねば。歌う猿にラップする忍者、これは夢。これに触れれば安全な場所へ戻れるぞ。やはり夢の地ピノコニーには底知れぬ趣があるものだな。それにここで出会ったのも何かの縁。別れる前にお主の名を聞かせてほしい。なんと響きのいい名前だ。どうもバット忍者さん。聞いてくれバット忍者さん、拙者からの忠告だ。安全のためお主と仲間は早くこの夢の地から離れた方がいい。あれらの邪水が現れたのはすなわち大いなる災いの兆し。我ら任教の宿敵がこの地を狙っているという証なのだ。その敵の名は無常無類にして無慈悲なお猿忍者さん。別れの時だな。さらばだ、また会おう。Agak jelas juga ya Pak. Kok kau tinggal di sini? Mukashi mukashi, ah, 忍教の庇護のもと、しかし、おさ。間もない娘よ。お主
主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ。はっ、ありがたき幸せ、心より感謝する、マスターアクチェ。見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、すべての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波。無常で無常、無類で無類、お猿忍者の聖者、邪術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り。お主が忍教の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ。忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ、百姓たちの平和な暮らしを。さすがはマスタークチャ、なんと流暢な忍びマントラだろうか。拙者は修行に励み、いつか必ず両蘭忍教になってみせよう。お主のその覚悟に感服すると。だが、お主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。エンゴレドラバ。なんと名乗る。エンゴレラッパや。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示す。お主だけの人号なのじゃ。だからこそ、お主自身で決めなければならない。なんだかよくわからない夢だった。今度こそちゃんと折紙大学に来られたよな。おーい、こっちこっち。ちょっと待ってください。なんで遅くなったの？もしかしてまた誰かとエディオンパークで遊んでた？さ、忍者。実際にピノコニーで起こったというよりも夢の泡の話に近いようだ。もしかしてあんたが言ってる猿ってあの子たちのこと？いやいや、やっぱ言ってるんですね、やっぱり。言ってたらしい。やっぱりバナーネモンキーのことだったんだね。バナーネモンキー。教えてあげる。あの子たちは今、折り紙大学で一番の人気キャラクター、バナーネモンキーだよ。クロックボーイよりも流行ってるんだって。バナーネモンキーは、怠けるのとバナナを食べるのが大好きで、バナーレの時でのんびり暮らしてるんだよ。それも時計屋が作った。いやいや、出どころはわかんないけど、二次創作で一番。確かにちょっと変だ。そんな情報。もちろん在校生グループチャットからだよ。ちょっとくらい努力し。そろそろ時間だ。行こい。お、出てます。こってやばいな。うん、なんか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 。そういえば、どうしてファミリーは夢の中に学校を作ったのかな。わざわざ宴の星に来てまで学校に行く人。折り紙大学が創立されたのは夢開き時代だと言われている。後にアイリス家とルーサン家も管理陣に加わり、学部はドリームメイク、ハーモニー、ウェルスの3つに分かれ、宇宙に名を馳せ
学校って本当に学校なの？フィルムランドよりも豪華じゃん。折り紙大学の校訓は鮮やかな夢、自由な理想というものだが、目の前の光景がそれを体現しているのかもしれない。学園祭の開会式まで少し時間がある。先にキャンパスを見学しよう。えらー、マジか。こんにちは。あ、で、私はライオンで。驚かせてしまいました。バナシス、これはバナゴです。最近なぜスイートドリーム劇団が教職員をしているんだ？学園祭の期間中、ほとんどの教師がセミナーに出ているので人手が足りません。ですがご安心を、バナシたちにはベテラン教師の記憶が搭載されてますから。もちろん。そんなに堂々としなくて。そこの学生さんたち、ちょっと待って。あれ、うちらよ。あんたは？遠くからあなたたちのことが見えたの。カメラを持ってるピンク系美少女、あなたがナノカメラさんね。うちのことだよ。大学生はみんなニックネームで呼び合うって聞いたから、じゃあハンドルネームで呼んでって言ったの。はじめまして、炭鉱だよ。待って、こんな大物と同じ学校だなんて。かけてもいい？学部分けの時、あなたはきっとハーモニー学部に入ることになるわ。学部分け？即元試験のことだ。入学式の時、ファミリーのメンバーが調律を通して学生の潜在能力を分析し、適した学部に振り分けることになっている。
心配しなくていい。あれはいわゆる一般的な試験とは違う。学ぶ。それってファミリーが学生の専攻を決めるってこと？あんまり調和らしくないね。結果に不満があったらいつでも学部の変更申請ができるから大丈夫よ。ただほとんどの人はそうしないけどね。夢の中だとストレスはたまるもの。それにそう聞く。まあまあ先生もそうだ。もうずっと前から一緒にいるじゃん。ほらもうすぐ学園祭の開会式が始まるよ。だったら足がなく学長先生が皆さん、はじめまして。いや、はじめましばなというべきか。え、さっきね、どういうこと？ドッキリだったりする？なんだよ、バナネモンキーじゃん。私はプリモン教授だ。無論流行りの呼び方バナフェッサーと呼んでもらっても構わないぞ。びっくりしただろう。心配しなくても私はアホでも狂人でもない。諸君にこの姿を見せているのは新入生たちに折り紙大学の学風を知ってもらいたいからだ。鮮やかな夢、自由な理想。ああ、なんと美しい響きだろう。だが、それも今では身が伴わないスローガンになり下がっていると。スケジュールに講義が詰め込まれていて、寝る時以外は毎日勉強ばかり。卒論は全いいか。これは間違っている。夢の地の若者がこんなあり方でいいはずがない。そこで今日バナフィッサーから諸君にいい知らせがあるぞ。教育研究スタッフ全員が議論した結果、今学期全ての講義と試験を取り消すことに合意した。学園祭に参加するだけで単位が取れるのだ。もちろんだ。耳を疑う必要はないぞ、ワコードたちよ。自由、これこそ折り紙大学が諸君に学んでほしいものなのだから。学業と生活の悩みを忘れて自分の個性を存分に発揮してほしい。諸君が情熱を持っている物事をキャンパスの隅々まで届けよう。例えばこのバナーネモンキーとかな。彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。次は測限試験だね。教養教室へ向かうぞ。そこが試験の控え室だ。Ya, ya, 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 ya,
think that's all about today. Thank you very much.